はい、皆さんこんにちは、はずきこえです。こんにちは、たまきです。はい、はずきなしょ with T ということで、今日もよろしくお願いします。はい、今日はさて、はい、今日はね、まあ、今月の、まあ、開運アクションで、はい、お金を払ってプロに相談してみましょうみたいなことをこう書いてるんですけども、はいはいはい、その時のね、まあ、コツというかポイントっていうのをちょっと解説してみようかな。あ、なるほど、聞きたいかもしれないです。はいはい。で、うん、ちなみにたまちゃんは、うん、なんかプロにお金を払って相談したことあるの？いやー、どれあるかな。それこそなんか、うん、あのコンサル鑑定とかはないんですけど、うん、なんとなくイメージは占いなんですよね。こう、ん、相談っていうか、なんかこう、あ、占い系。はい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 、占い系、ね、がなんかすごい近いっていうか、まあ、その気がある。まあそうだね。まあ、メニュー的にはっていうか、はい、その一般的には一番なんか相談するって言ったら占い師さんっていうのが、そう、まあ、一番身近な感じだよね。そうですね。確かに確かに。で、なんかやっぱりそういうふうに例えばコンサルがあるとか、はいはい、鑑定とかってなってくると、うん、ちょっとこうやっぱり悩みをすごく整理するっていうか、うん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 、構えるし、うん、まあ、そもそもそういったとこ時に相談したいなと思う時に、うん、どんなふうに探していいかがわからないんですよね。占いってよくこうなんとなく目につきそうな、はい、感じですけど、はいはいはい、でもきっとそれじゃあ多分こうあの満足、答ええー、満足じゃないけどもしないケースの悩みもあると思うんですけど、今回そのプロに相談するっていうことで、ちょっとそれも占いちょっと置いといてっていう話ですよね、うんうん、いや、そんなことはない。あ、そうですか。全然占いでもいいですよ。全然占いでもいいと思います。あの基本的にはね、うんうん、まあまあ、大きく分けて4つぐらいに分かれるんじゃないかなと思うんですよ。その、まあ、相談っていう、まあ、人生の相談っていうことで言えばね、はいはい、その何かこの案件に対して相談します。例えばほら本当に弁護士さんとかさ、あ、はいはい、なんか会計士さんとか、うん、なんかそういう本当にそういう、こう、プロ専門的な資格を持ったプロっていうのももちろんいらっしゃるから、うんうん、まあ、経営者さんだったら経営コンサルタントさんとかに相談するのももちろんありだと思うけども、はい、まあ、一般の人で言えばね、相談で言うと占いが、まあ、すぐ、まあ、一番身近に来るかなっていうのは、そうですね、全然ありだと思うんですよ。ただ、ね、ただ占い師さんでもいろいろいらっしゃるしね。いや、うん、占いの派もなんかいろいろありますからね。そうそうそう、うん、で、ただ基本的に皆さんがっていうか一般的に考えられてるその占い師さんってなんか当たるも八卦、当たらぬも八卦だから、なんかこう、私どうすかねみたいな。そうですね、言われるのを待つっていう感じですかね。でしょ、なんとなく。っていうのが多分占い師さんの、うん、まあ、一つの、なんだろう、あの共通認識みたいな感じになってるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、で、それはね、それで別に、まあ、いいと思うんですよ、うん、悪くはないと思うけども、その結局あの受け手側だから、うん、もう私 どうですかねみたいな、うん、どうしたらいいでしょう、丸投げ的な丸投げ的な、うん、でその姿勢で聞いてるともうね、占い師さんいくつ言っても満足しない、満足しないっていうか、あの、まあ、答えは出ないですよね、うん、はい、あの、うん、もうそういう姿勢だから、もう言うことが全部違っちゃうかもしれないし、そうですよね、まあ、当たり前なんですよ、それ。全部なんで全部違うかって言ってね、うん、あのこの占い師さん間違ってて、この占い師さんが合ってるっていう話じゃない、この占い師さんから見たらあなたのこの部分が見えてますっていう話だから、でこの占い師さんから見たらあなたのこの部分が見えてますっていう、よくこう例に言われるけど、なんかその、あの象を見たことがない人が象を触りますと、ある人はふさふさしたなんか長いのがつい揺れてますと、ある人から見たらなんかこう、なんかすごい長いものの先になんかちょっとネチャネチャしたのがありますとか、あるいはある人から見たらすごいもう立派ななんか牙がありますとか、 ある人から見たらなんか太いなんか大きな足で爪がありますみたいな、それどれも間違ってないじゃん、はいはいはい、ね、その要は象のどのパーツを触ってるかとかによって全部違うわけだから、それと全く同じことがあるわけ、占いって。だから、あ、この人は当たらなかったとかじゃないね、そのあなたのこの部分を見てるっていうだけだから、でそういう思いで占いに行くと本当にね、多分行けば行くほどわけわかんなくなって、そうですね、はい、行けば行くほどそしてこうなんか依存的になるっていう感じになるんで、
うんうん、お付き合いの仕方はよく考えた方がいいですねって、行くんだったらもうなんか自分の中で一つこれはっていうなんか質問をできるだけ絞って、はい、でドンと聞いて、もう僕だったらよ、はいはい、もうイエスかノーで答えてくれみたいな。へえ、あ、自分が用意した質問に対して、うん、そう、うん、私はどうですかねとか、そんなこと聞かない。はい、まあ、抽象的ですもんね。うん、あの私これからどうなりますかね、結婚できますかね、はい、とか、ね、よくあるじゃん、はい、占い師だったらね、うん、まあ、僕占い師だったらもう絶対言いますもんね、それで結婚したいんですかって言って、じゃあすればいいじゃないですか、したくないんですか、じゃあやめればいいじゃないですか、時期はいつがいいですか、あなたがいつしたいんですか、この人とパートナー相性合いますか、相性合うと思うんですかっていう感じになる、ね、だからそういう意味で言うと今の僕のやり取りなんていうのはどっちかというと占いよりもカウンセリングに近い、そうなりますよね、うん、ことになるわけです、はいはいはい、でカウンセリングっていうのは寄り添う形なのね、うん、相手に寄り添う、そうですよね、大変でしたよね、うん、で辛かったですよねっていうのが、まあ、一般的なカウンセリング、はい、これだから傷を癒すっていう目的だから、うんうん、癒したいっていう思いがあるんだったらそういうところに行くのもいいよねって、うーん、でそれはやっぱり自分の中に傷があるっていうことに気づいてないと、はい、なかなかこう、だからみんなあんまり行かないんですよ、カウンセリングですね、うん、だって傷があると思ってないんだもん、そうですね、うん、でもみんなあるのよ、うん、だからそういう意味では、はい、あ、傷をちょっと癒しに行くとか自分の傷に気づくためにカウンセリングを受けるっていう手もあると、はい、それもあり、うんうん、あの全然顕在的に気づいてないから、はい、うん、私別にその心の病とかありませんみたいな感じだけど、うん、いや、ない人なんて誰もいないから、傷ついてるんだから、その私は一体どういうことに傷ついてるんだろうかっていうのを、まあ、カウンセリングしてもらうというのはあり、うん、で、まあ、最近だとコーチングっていうのがあるんだけど、はい、まあ、これは本当にこの引き出す、こんなどっちかというと若干ポジティブな感じ、ポジティブですね、うんうん、あなたの中にある才能を引き出しましょうみたいな、うんうんうん、これコーチングだと思うんですよ、うん、答えは全部あなたの中にあるから、あなたの中にある答えを引き出して、そのあなたの能力とかを、まあ、要はこう引き出しましょうっていうのが、まあ、コーチングっていうことじゃないかな、うん、でもう一つコンサルティングっていうのがあったけど、これは本当に専門家に対してアドバイスをもらうって感じなのね、うん、僕の中で、だから占い師、カウンセラー、コーチ、コンサルタントってそれぞれも役割が全然違う、求めるものが違うんですね、うん、だから結局その自分がどういうことを聞きたいのかとか、うん、どういう相談をしたいのかで選ぶ範囲が全然変わってきますよって感じですね、うん、なるほど。でね、僕、はい、選び方としてはね、はいはい、もう本当に第一印象だと思います。あ、その人ですか、見てもらう。だからそういう意味では、僕はそのまずそのネット上とかで選ぶんだったら、もう写真で決めるしかないと思う。あ、まあ、写真出してない方も多いですけどね。僕だったら絶対、うん、あの申し込まないと思う。ああ、そう、うん。写真がないの。へえ、はい。はいはい。だってもうそれがね、僕は最大の情報源だと思うんで。あ、お写真だと思う、まあ、もちろんこういう動画してたらよりいいですよね、はい、うん、あの喋ってるのが分かるから、そうですね、うん、もう単純なんですよ、この人と喋ってみたいかどうかっていう話だから、うーん、いくら偉いとか、うん、いくら有名だとか当たるとか、うん、そんな関係ないですよ、うん、この人がいい感じ、要は喋ってて、うん、なんかいい感じかどうかっていうだけの話だから、うん、いい感じの人と喋らないと意味がないですよ、うん、と僕は思う。なるほど、まあ、じゃあ選ぶ基準としてはやっぱお顔が見れたらもうそれがいい、うん、だから、まあ、僕だったらその写真が出てない人には多分申し込まないかなっていう気がする。まあ、そうですね。でこれもでも写真と実物違うからね、やっぱりそうっすね、うん、写真と実物はまた違うから、はい、そこもやっぱりギャップがあって、はい、写真では良かったけど実物と思う場合も当然あるわけよ。でそれはもうそれ仕方がないから、うん、もうそこ行っちゃってるから、うん、あのね、今の僕だったらね、うん、もう帰るかもしんない、ねえあきっていうかもうなんかお金を払うからもちろんね、はいはい、でもそんなに長く喋らなくてもいいなと思ったらもう、はい、あ、まあ、ちょっと時間があるんで今日はみたいな感じで帰っちゃうなるほどね。それね、昔ね、僕ねそれでものすごい痛い目あったんだよね。あ、された側ですか。された側で、へえ、痛い、まあ痛い目っていうかそのなんかその人何でも分かるっていう人で、あの、まあ、要は別にあなた何も喋らなくても大丈夫だからって言って、うん、なんか、まあ、いわゆる全部投資しますみたい
感じの人ね、はいはいはい、それすごい当たるからって言って、あの人素晴らしいから、で、まあ、その当時は写真も何もない、ただ口コミだから、その、うん、紹介してくれた人と僕はまあ信頼関係っていうか、うん、あこの人が言うんだったらと思って行ったんだけども、はいはい、まあね、なんかケチョンケチョンに言われたもん僕。へー、腹立つって。ケチョンケチョンに言われたことに対してあれなんですね。まあそうケチョンケチョンに言われた、もうあなたのオーラは真っ黒ですって言われたから。あ、そうですか。はーみたいな。でそれを最後まで聞いたんですか。うん、まあその当時はほらまだ初心者だったから、うん、はい、お金も結構払ったし、いだから今そういう方が多いんですよ普通に多分。そう、だから帰るってなかなか勇気いるなと思ったんですよね。そうね、もうだからね、あの その時に言われたのは、うん、そのオーラ真っ黒ですっていうし、チャクラ全部閉じてますって言われて、うんうんうん、そんな人いるのと思って、死んでんじゃないのとかってすごい思ったんですけど、うん、でその時すごい言われてね、もうすごいもう気分悪かったし、うん、なんかまずもう部屋に入った時のもう空気感がもう本当にドヨーンとしてて、うわやべえと思ったんですよ、うん、本当に、うん、はい、まあ、ちょっとこれ違ったなと思って、はい、でまあなんか会った感じの印象も僕から見てよ、うん、なんかあんまりいい感じじゃないなとすぐ思ったし、うん、だからそういう感じでもうなんかとりあえずはいはいはいってずっと聞いてて、うん、なんかでもケチョンケチョンに言われました、もうなんかあなたがそんなことを解くなんてもう最悪みたいな。ありがとうございましたって書いたんでしょうけどね、きっと。でそれですごいもうなんか腹立つとか思って、うん、もうすごいなんかドヨンとしたし、もうなんかその当時まだほら初心者だから何にしていいかよく分かんなかったから、はい、別の人で、その人は何回か会って、そういうこうちょっとカウンセリングっていうかね、その投資とかしてもらってる人に電話かけたんですよ、はい、珍しい僕が電話かけたのね、はい、でこんなこと言われたんだけどって言ったらね、その人の返しが素晴らしかったわけ、はい、あ、その人ちゃんと見えてますよって、えそうなのって、え、うん、俺オーラ閉じてるとか、はい、チャクラ真っ黒って言って、いやそうじゃなくて、うん、葉月さんはその人見てなんか危険を察知したんでしょと、だから全部シールドしたんですよね、はあ、なるほどみたいな、だからそれちゃんと整えた方がいいですよって言われて、ああそう、ちょっとやってもらえますって言って、結局またその人別のとこ行って、お口なし行ったんで行きました。でこれは僕の中ではねすごい貴重な経験なんですよ、うん、あ、この経験にお金を払ったんだと思ったらもう全然丸ですよ。そうですね、その気づきっていうか、そのいわゆる違う視点から見られた、見てくださる方がいるっていう、うん、なるほどですね、うん、だから結局それそこで終わっちゃうと、もうなんかもう損したとか、あの人も最悪だったで終わるけども、そうじゃないこう別の、そういう意味で言えばなんかこうそのね、いろんな角度から見てもらえるんだっていうことを分かってお願いすると、すごい大きな気づきにもなってくるんで、なんかそういうふうに、まあなんかほら大吉引くまで、大吉出るまでおみくじ引くじゃないけども、なんか一つでガシャンと言われても、なんかいや、あ、なるほど、そういう見方もあるかもしれないねっていう、ちょっとこう客観視したものの見方でね、え、あのこう今さっき言った占い師さん、カウンセラー、コーチ、そしてコンサルみたいな方をうまくこう組み合わせて自分を知るっていうことができると、あ、なんかもっと自分が客観的にね見えてくるんじゃないかなっていう気がしますけどね、はい、特に今月はねそういう感じでプロの方にって、はい、まあ、ちなみにあの弊社もですね、うん、葉月数秘術アカデミーというのがございまして、うん、特別認定講師さんとか認定講師さんがそういうカウンセリングやっておりますので、そうですね、数秘、はい、お誕生日からね、数秘まだ全然自分よくわからないよっていう方は、うん、日本全国にいらっしゃいますので、それこそ お写真とか見ながら、うん、あ、この人なんかちょっといい感じ話してみたいなっていう方がいらっしゃったら、ぜひお申し込みいただければ、今月はとても良いんじゃないかなと思いますので、うん、おすすめしたいと思います。はい、ということで今日はこの辺で、はい、はい、どうもありがとうございました。